おお、やば。あ、ここなのか、特設ショップだって。めちゃめちゃ端っこやん。発掘ピカチュウ、この絵がかっこいいね、上の、うん、映ってるかな、この絵がかっこいいね。これも知らん、シンプル。いや知らねえな、結構これもかっこいい、アクリルキーホルダーはプテラかっこいいね。うわ、これかっこいいじゃん。これやばい。これさっきの、かっこいいね。マグカップ、あ、かっこいいじゃん、マグカップ。ここで出るんだ。ポストカード。カモシカだっけ。あーにゃんすごいよね、これオス、これ冬だよ、これ夏こういうの。テゴザウルスすごいな、うん、入ってるの、入ってる、うん、もう一個一個見よう。アロサウルス、ジュラ紀の暴君ですよ、こいつ。これアロサウルスの頭。あ、テレノミクスもある、ね、ティラノサウルス、スピノサウルス、イグナドンだ。隕石だって、隕石だ。あ、足が発見、これ足が座ってみて、うん、消毒した、うん、すごい、20億年前の岩石、昔の哺乳類、謎の哺乳類だって。すごい、うん、大きいね。こんなのが昔はいたんだ、植物の化石だって。大きい松ぼっくりじゃん、クマの、月のワグマじゃん。まあ、見る分には問題ないんだけどね。すげえ、うん、鍾乳洞、すごいな、川だらけじゃん。
そうだね。台湾ミスだ。ライブはもそうだね。ピカチュウ。テニスの中がですね、3入場ができなくなっておりますので、ご注意ください。ここが見えるんだね。これはやばい。もういや、これ進化したらやばいよね。実際で進化したらめっちゃ逃げなきゃいけない。こんな骨格嫌だ。あ？かわいいね、進化版。これが秘密の琥珀はポケモンの中のところ、ね、でこれガチの琥珀というか虫入ってる。すごいね。展示物に記載されるポケモン情報が正しいか確認を担当します。こんな人までいる。すごい千尋さんって言うんですか。すごいね、必要なんだね、やっぱりちょっとでも間違ってちゃいけないんだろうね。1万人何がいいの、何が欲しいの。ここにいいの、うん、あ、そう、まあ、そういう方でいいよな。僕見てない、君をふるさとの姿を見てお別れしましょう。あ、日本リスなのかな。台湾リスと変わんないよね。そうです、コンドギス、クビシ、タヌキ。は、何これ。夏鳥。光った。夏はこいつらがいる。はい、次はそれ何に止めるって書いてある。どういうことだ。流暢一年中同じ場所で見られる。はい、あ、カワセミとかいる。見たことない、はい、冬にしかいない。ほうほうほう、小鴨とかやっぱその辺にいるやつなのかな。さっきのやつ勝負の骨でしょ。勝負オオサンショウウオ、きれいな水にしかいないんだよ。そこに入れるやろ。うん、そこに入れるの、うん。ベッドベッド。あ、本当？